も考えずに誰かのために歌うのはとても疲れる。そんな疲れた歌など誰の耳にも届きはしない。体はどんどんひび割れる。身を削って粉にするのはとても簡単だったが、その粉をいくらかき集めて固めても決して元には戻らなかった。で粗末なただのゴミだから風が運んできれいにしてくれるんだろう。それは緑色の友を模して灰にして枯れ木に巻いたら、その枯れ木にはきれいな花が咲くのかという問いにとても似ていた。今がないと明日がなくなるから、今をしっかりと抱きしめるのだ。そうして安心しきったら、枕に抱きしめられてゆっくりゆっくり明日へ運んでくれる。いいことだなぁと素直に思っている。
ありがとうございます。今日はちょっとリコーダーとハープで猿橋さんに入っていただきました、はい、今からちょっとしばらく一人でやらせていただきます。うるさいやつがメインになります。ガチャガチャしますけど付き合いください。ネタ小屋プレゼンツは何気にっていう言葉はあんま好きじゃない。あの2回目です。前はエレキギターの弾き語りの時に1回ここでやらせていただきました。あのネタ小屋プレゼンツ。元気が第一みたいな感じのガチャガチャした曲をやります。
でしたっけ、コマの曲がハマテちゃんの曲にもあるので、ぜひコマの曲をやりませんかっていう、で、あの私のコマの曲をやります。あのヒグマっていうタイトルなんですけど、あの曲は全然ヒグマに関係ない、私なりのパンクロックです。あのただまああの思うところはね、人それぞれいっぱいあるので、折り合いがつかないところでも折り合いをつけないといけないっていう、その心苦しさから作られた曲なんですけど、私ヒグマという曲を、あ、なんでヒグマかはまた後で、あの聴いてもらったら言います。では地下ではたっぷりとした自然の脅威が広がっている。お前の言うくだらんことも私の決して許されん罪も全て溶けて食われれば世界はきっと守られる。
今陽光陽は今日は CD とか何も持ってきてなくてというのもないんですけど、あのすぐにお渡しできるようなものがなくて、というか作っていて今、来月、早ければ来月にはちょっと今日は間に合わなかったんですけど、来月あたりに出せるかなというところで、今からやる曲はそれのタイトル曲で、なんやかんやでなんか結構長いことこの活動をやっているんですけれども、あの一旦区切りをつけて集大成的に自分にご褒美みたいな感じで作った曲です。パーフェクトワルツという曲です。夢みたいに全部詰め込んじまったな、
アルバムよかったらいつかの機会に買っていただけたらと思います。今の曲もちゃんとパーフェクトに収録しておりますので、いろんな人にちょっと手伝っていただいて、まずそのアルバムを出すにあたって11月の22日っていうところに、ちょっと北区ですけど扇町のパラダイスというところでレコ発の企画をやらせてもらいます。東京からどうしても大阪の人に見せたいミュージシャンを2組呼んでますので、よかったらぜひとも見逃さずに来ていただきたい。で、その次の月12月の17日にこれも北区ですけどハードレインっていう梅田のライブハウスでエコ発のそれはワンマンをやります。ゲストミュージシャン一緒にレコーディングに携わってくださったミュージシャンを呼んでバンドセットもありでやりたいと思いますので、よかったらなかなかない、もうアルバムにも入ってないバージョンでお送りすると思いますので、よかったら遊びにいらしてください。ちょっとフライヤーとかなくてすいません。では、あと2曲です。あと2曲の最初の方はまた一緒にサルハシさんと一緒にやらせていただこうかと思います。今からやる曲は先にやる曲は昔やっとったバンドで、なんか忘れずにずっとカメラが忘れずにちょっとずっとやっときたいなと思ってやってる、一人でまたやり始めた曲です。後にやる曲は夏の終わりの曲ですが、明日も元気に頑張るぞっていう意気込みで作った曲です。ではありがとうございました。2曲も続けてやりますのでここでお別れいたします。ありがとうございました。ようこよです。白緑